こんにちは、マダムサライです。いつもご視聴くださりありがとうございます。さて今回は奈良県は吉野にある吉光神社とその境内にある北穴門において佐藤宮司自ら九字神宝を切っていただけましたので、前編後編と2つに分けてご紹介させていただきます。ではティーシャで場を浄化させていただきます。鳴らします。九字神宝何という方も多いと思いますが、よく忍者のアニメや映画などでこのポーズ見受けられると思います。九字神宝についての詳しいことは長くなりますので、次回パート2で順を追って詳しくご説明したいと思いますが、9つの文字を唱える護身術の一種と考えてくださっていいと思います。これは科学的にも証明されており、ストレスの軽減や集中力向上、そして緊張緩和や眠気防止にも役立つ効果がありますので、邪気払いだけではなく知っておいて損はないと思います。ただし自己責任でお願いします。申し遅れましたが、吉光神社の佐藤宮司は今年で80歳の三十を迎えられましたが、ますますパワーアップされていました。実は佐藤宮司はとのちゃんのお友達なんです。ではパート1、吉野について簡単にご説明いたします。どうぞご覧ください。皆さんは吉野と聞くと、あの有名な桜を連想されることと思います。一目千本と称えられるように、3万本もの山桜が山々を覆い尽くす光景はまさに春爛漫、日本一と呼ぶのにふさわしいものです。ではなぜ吉野にこれほどまでの桜があるかと申しますと、今から遡ること1300年ほど前、修験道の開祖縁の行者がこの地の山桜に蔵王権現のお姿を刻み込んだことから発しています。以来その信仰で訪れた方々が献木され、平安時代の古今和歌集にもすでに桜の名所として歌われています。信仰としての桜、すなわち吉野が聖地として古くから崇められていたことが、これでお分かりいただけたかと思います。古より国の軸、国軸として栄えた吉野、修験道の総本山金峰山寺を中心に、まさしく日本最強のパワースポットと呼ぶにふさわしい場所が本当の吉野の姿なんです。近年紀伊山地の霊場と山景道で世界遺産登録されたことも、その由来を正しく評価されたものだと思います。金峰山寺の国宝蔵王堂には、現在過去未来を具現化した7メートルを超える本尊、金剛蔵王大権現の青く大きな3体の仏像が安置されています。本来は日本最大秘仏本尊なので見ることはできませんが、現在国宝日本門の大修理勧進で特別にご開帳される場合がございますので、ぜひ一度そのお姿をご覧になっていただくことをお勧めします。私も数年前より夜間拝観という形で何度か参拝させていただいているのですが、お堂の中がろうそくだけで照らし出され、ホラガイや太鼓、そして多くの僧侶による照明の中で浮かび上がる金剛蔵王大権現様のお姿には、本当に言い知れぬものすごいパワーを感じています。さて次は吉光神社のお話をさせていただきます。この吉光神社は元は吉光院といって、金峰山寺の格式高い僧房として建立されましたが、明治になり後醍醐天皇
楠木正成公を祀る神社に改められました。境内は重要文化財であり、日本最古の傑作として名高い書院をはじめ、後醍醐天皇玉座や義経の鎧など100点を超える宝物が残っています。もちろん世界遺産にも登録されております。そしてその歴史をひも解けば、源義経と静御前、お供の弁慶が都放置の際一時かくまわれた悲哀の場所であり、その後はあの後醍醐天皇が南朝の皇居を構えられたという本当にすごいところです。さらには豊臣秀吉一世一代の催し物と知られる吉野の花見では、ここに本陣が構えられ、一目千本桜の光景に参列した戦国の名だたる武将も息を呑んだそうです。ちなみに今も残る庭園は秀吉自ら作ったと伝えられています。以上が簡単ではございますが、吉光神社の歴史的な背景をご説明させていただきましたが、実はこの吉光神社には忘れてはならない究極のパワースポットがあるのです。それが法華門と呼ばれる書院裏庭にある門なのです。古くはここから修験者がくじを切り、祈りを捧げ厳しい山岳修行に入り、また後醍醐天皇も朝晩必ずこの法華門でくじ切りを行われたそうです。次回パート2では、くじ神宝についてのお話と佐藤宮司によるくじ切りをご紹介させていただきますので、楽しみにお待ちください。最後までご覧いただきましてありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録とグッドボタンで応援してくださると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。さようなら。